今回は、期間限定10周年記念パック4話か引いていかわたあまう。いや、これね、ツイッターで見てるとすごいんだわ。なんか、うん、まあ、どうすごいかっていうと、限定バッチバチ当たってる人がすごい、なんか、ということで、早速ね、まあ、これね、あの、お値段1000円なんですよ。そう、めちゃくちゃ安い。詳細見て、あー、なるほどね、ベルもついて、オーブ8個ついてきて、まあ、経験値とあんまりはちょっといらないけど、ああ、いいね。あ、いいね。え、これね、一番ちょっと疑問に思ったのが、初ゲー確定とかだったら、神だったね。うん。ということで、私、この10周年記念パックで、メモリー当ててみせましょう。いや、もうね、メモリーをね、欲しい欲しい言うて、何ヶ月だ ?3 ヶ月くらい ?2 ヶ月から3ヶ月くらい経ってますからね。うん。いい加減欲しいですよ。まあ、メモリーじゃなくても、最近のやつ。では、記念パック、早速購入していきましょう。あ、ここはもう、モザイクだからもう。ここは、全力モザイクなんで。よし。なんかね、私、結構、早起きすると、結構いいことあるんだよ。うん、最近。ツイッターでも言ってるんだけど、早起きすると、まあ、CM のラッキー来たりとかね、結構あるんですよね。なので、それをね、ちょっと信じて行こうかなと思い、記念パック。ちなみにこれ何入ってるのこれ、まず2022年のキャラはまずいらないとして、あのバビロンも出ちゃったからな。2023年。被っても許されるのはやっぱヤクモかな?これですよね、やっぱ。メモリー。メモリーか、シャルル?メモリーか、シャルル、この辺かな?まあ、あとは、この子欲しいと言ったらね、うん。では行かせていただきます。早起きしてサーモンの得ですよ。もう朝6時か7時ぐらいに起きてね、もう早起きしてサーモンの得ですよ、もう。で、それを信じて、最近めちゃくちゃいいこと起きてるんで、早起きしてると、それを信じていこう。メモリー、それか、最近のやつ、お願いします。10周年、おめでとう。
ヤクモは、ヤクモは、全然、いいんじゃない？いいんじゃない？ヤクモは。ヤクモはね、悪くないよ。しかも、貫通の状態で来てくれるの？ありがたすぎるでしょ。え、これワクワクとかこれついてんのかな、これ。お、ついてる。いいね、いいね、いいね。やっぱ早起きはいいこと早起きはやっぱいいことあるよ、やっぱこれ。では次サブに移りたいと。音なねえな今日なんか。よし、じゃあ記念パック、ねちょっとサブアカでメモリー出てもらってしまうとちょっと困るんで、メイン端末でね欲しいんですよ、メモリーは。なのでここは欲しいキャラが、シャルルか、そうだね、シャルルかなんだっけ、キルユは、うん、シャルル、キルユア、この子かな。欲しいと言ったら。まあ、ヤクモは、何体いてもいいんで、まあ、ヤクモでもいいです。うん。行きましょう。モンスト10周年、おめでとう！これ確定とかあんのかな、これ。あ、これはいらないっすね。あ、これはいらないですね。ちょっと。確かこれはアルカディアだっけ？アルカディアじゃねえな。なんだっけ？カルニベか。カルニベで使えるのか。深夜までも使えるんだ。なるほどね。はい。では次。サブに移ります。さあ行くぞ、10周年記念パック。悟りはいらないからなねえ、悟りはいらねえからな、マジで。悟りとミューズはいりませんからね。確定あんのかなこれ。確定あるかどうかちょっと分かんないけど。お、あ、持ってない。全赤で持ってないよ、これ。発言じゃん。いいね、いいね、いいね。これね、前々から欲しかったんですよ、これ。存在を忘れた頃に来るっていうね。ああ、やっと来た。あ、やっぱ、早起きするとやっぱいいことあるわ、やっぱ。ヤクモも来て、ディアナも来て、いいね。あ、ワクワク見んの忘れたな、ちょっと。まあ、いっか。では次、ラスト。サブ4、いきます。さあ、行くぞ。さあ、ラスト。4端末目、カツカツの奇跡を起こしてきたこのアカウント、いやこれはね来ると思いますよ。このアカウントはやばいんで、このアカウントは。キルユアでもいいよ。あれ、これ持ってたような気がするな、これ。あ、これ持ってたような気がするんだ、これ。持ってない。持ってない。発言だ。発言埋めていけるぞ、今回。やった。
発芸今日2体か。発芸今日2体埋めることできた。最高じゃん。いや、持ってなかったんだね、これ。すっかりなんか持ってる気持ちだったけど、持ってなかったの。はい。そんな感じで、僕のね、10周年記念パックは、まあ、結構いい感じの、まあ、結果だったということで、まあ、限定はね、まあ、ヤクモだけかな？うん。まあ、限定はヤクモのみということで、まあ、全然いいんですけどね。まあ、ヤクモのみでも。まあ、メモリーはね、いずれまた、劇中震災で、当てますわ。そんな感じで、終わります。ごきげんよう。バイバイ。